はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は午後から作業です。午前中ですね、家の周囲ぐるっと終わらしてちょっとゆっくりしてたんですけど、午後からうさぎ山へやってまいりました。あのうさぎ山に上がってくるところののり面の通路まだ残ってるんですけど、午前中そこやってちょっともうバテバテなんで、午後はスパイダーモアでちょこっとだけやろうと思います。ちょこっとだけね、1時半間ほどやってみようと思います。まあ1時間やればだいぶ作業も違うかなっていうふうに思いますので、まあちょっとだけだけど頑張っていきましょう。ということで今日うさぎ山のところちょっと一番入りやすいところに今日入ってきたんですけど、ここをですねやっていきます。ちょっとね草丈が高いんで枯れるかちょっと心配ですね。もうこれね、やで腰ぐらいまで草が来てるんで、ちょっとスパイダーモアちゃんが苦しいかなというふうに思うんですけど、まあやってみましょう。午後から作業、少しだけの作業になりますけど、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。はい、結構ボーボーやな。春かってそのまんまやんで、結構もう腰ぐらいあるんですよね、草が。ちょっと厳しいかもしれんな。まあダメならダメで、まあトライの気持ちでやっていきます。はい、それではやっていきます。ちょっともう無理ならすぐやめようと思います。頑張っていきましょう。こりゃ無理ですな。この草丈は無理ですわ。ちょっと苦しい。まあせっかく来たんでどうしようかな。ちょっと、周りを刈っていきましょうか。周りっていうかこれはチップ草やな、はい。まあ、ちょっと周りを行きましょう。
かなりホースが埋まってて、それにスパイダーモアが引っかかりますね。はい、じゃあちょっと下行きましょう。ちょっとここも草丈が高いね。なんかね、もうちょっと低かったら結構スイスイ行きそうないかな。一回チップ層で行かないかんかな。もうちょっと行ってみよう。
やっぱ無理やったな。時間だけが過ぎてしまいました。まあでも今日はあのホースとか掘り出したんで、次はいいかなというふうに思います。やっぱね、ちょっと一回チップ層で短くしましょう。ちょっと草丈は長いね、腰ぐらいあるんで、ちょっと無理やったな。あとですね、あの視聴者さんから教えていただいたんですけど、この燃料キャップがこうあるんですけど、これが糊面の上側に来るといいですということで、こっち側にゴムがあるんですけど、お試しで使った時にこっち側が糊面の上側になりますというふうに聞いてたんですけど、まあ視聴者さんからまた教えていただいて、このキャップが上側にないとこう燃料タンクが傾くんで、エンストをしますということで、確かにエンストをまあ一回したんですよね、燃料が少なくなった時に。なのでまあそういうことも教えていただいたんで、まあそれをまた参考にやっていきたいと思います。やっぱちょっとね、一回チップ層で草丈を低くしましょう。あまりいきなりのトライはちょっと無謀やったなっていう気もしますね。あとやっぱ草丈が長いとね、あのこのタイヤの隙間とかにこれなんかね、挟まるんやな、これが取れんやな。よいしょ、挟まるんやな、なんか挟まると嫌やな。ここのところにいっぱい挟まっちゃうな。ここに挟まるんですよね。これね。なんかちょっと嫌じゃない？これ。はい、今日は疲れました。全然進まなかったし、まあでもあのいい経験だったと思います。これぐらいはいけないとかこうなるというのが分かったんで、今日はこれだけの動画でした。ちょっと空調服止めたら熱くなりました。もう無理せず、もうこれで終わりましょう。全然進んでないです。 ここと向こうとこっちやっただけ。まあいいわな、まあいいでしょ。じゃあ今日はこれで終了します。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。